京田鍋市立宮間木小学校は、京都府京田鍋市宮津宮の下にある公立小学校である。山本小学校として1873年に廃寺サイレンジ後に開校。現在京田鍋市に存在する小学校の中で、京田鍋市立田辺小学校、京田鍋市立大隅小学校と並んで最も古い小学校である。京田辺市南部に位置し、 1873年からの歴史を有する。大正6年に作詞された三山木賢治の精神が今も大切に子供たちの心に受け継がれている。1934年と1961年の二度の室戸台風の影響で校舎が大きく損壊した歴史を持つ。1973年、これまでは木造校舎であったが新たに 鉄筋校舎が竣工された。2013年、創立140周年を迎えた。また、本校は、近年の児童増加の対応として、以前から校舎の拡張工事が計画されていた。具体的には拡張用地に新校舎棟給食室棟を増築し、老朽化した校舎の大規模改修工事である。その工事が2017年8月に終了し、現在は、 校舎の大部分が新しくなっている。1873年に山本小学校として開校した。1882年には飯岡に分校を置き、1997年に京田鍋市立宮間木小学校に改称された。現在の通学区域は高木地区、山本地区、山崎地区、南山地区、デガイ地区、高津地区、宮野口地区。 二俣地区、同志社山手地区の旧地区だが、当時の通学区域は、高木、山本、山崎、南山、出誓都、と、五津、宮野口、飯岡の八村域のみだった。京田辺市立田辺中学校、宮間目小学校学校紹介。2020年7月14日閲覧。ありがとうございます。